2002年12月13日、伝説は新たな1ページを刻んだ。任天堂ゲームキューブに登場した全く新しいゼルダの伝説。それは誰も想像しなかったゼルダの伝説。その発表は突然だった。海外からの取材の方も見えてると思うんですけど、準備よろしいですか？ゼルダの伝説のゲームキューブ版で、こちらはちょっと、雰囲気が変わりました。ご覧ください。あれ突然発表されたやつ、その時にこれ見てくださいってビデオでそれ見せられて、でやばいって僕ももうやばくなっちゃって、僕別にライバル製品を当時作ってるわけじゃなかったんですけどね、字で言うとやられたっていう感じってありましたですね。感動というかショック、驚いたというかね、パッとその時は分かんなかったんだけど、衝撃がすごくありましたね。そしてその新しい伝説はこう名付けられる、ゼルダの伝説風のタクト。遊んでいる全ての人が感じる、まるでアニメーションを触っているかのような感覚。それはトゥーンレンダリングという表現方法で描かれた全く新しいゼルダの世界。皆さんがすごくそれでびっくりされてるのは、逆に僕らもびっくりしてるみたいな。時のオカリナから無地だというふうにこうゲームをこうどんどん作っていった中に、そのどんどんそのリアルなものにこう移行していくみたいな方向性がちょっとゼルダには不釣り合いだなみたいなところがありまして、で私もそのクリエイターたちが作ってきたまあ、トゥーンレンダリングと称されるもので出来上がっているものを見せてもらった時に、あ、もうこれでいいんじゃないかと、これだったらきっと今までにないようなまた新しいゼルダの世界が作れるし、きっと面白いものが作れるよってことで、すんなりとそこに移行していったと。誰もが驚いたこの新しいゼルダの世界。しかし作り手にとってこれは正当な進化だという。ではゼルダの伝説はこれまでどのように進化してきたのか。歴史は記憶とともに遡る。ファミコンディスクシステム用ソフト第1弾として発売されたゼルダの伝説。広大なフィールドをプレイヤーが自由に歩き回るという、それまでのゲームでは決して感じることのできなかった自由度の高さを体感できた作品。アクションゲームが主体だった当時にアクションアドベンチャーという新たなジャンルを確立させた。ここから
全てが始まることになる。すごい鮮明に覚えてるのはあのパタって橋渡してこう一個だけ行けるやつがあってでこういやなんかデスマウンテンかなんかのこう川のとこにパタって渡すとここに穴が開くようなとこがあってそこはあのなんかにやられるやられるって爆弾やってたらポンってこっちに置いちゃってドンってそこが開いたんですよ。そんなのええー、ってそんなのマジとかいうそういうねそれが未だにありますよね。そういうところがハートのかけらとかでこんなの多分見つかるでしょちょっと悩めばぐらいので置いてんのかもしれないけどそういうとこが伝説になったりするんですよね結局ね水の中からピョッと出てきて石吐いて隠れちゃうとかってもうその行為そのものが失礼だぞあれ思いっきりムカつくわけですよね。やってる際人間がこういうことやられたらムカつくよねっていうキャラクターよくも作ってあるなっていう感じがしてあれは、超ムカつくっていう感じです。すっごい遊びましたよ。それ1日数分ずつ毎日ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ遊ぶんですね。そのちょっとずつ遊ぶのが僕の中での楽しみだったんですよ。僕はこの会社の帰り際にちょっとだけ遊んでパートを1個増やして帰る、はあ、今日も遊べたとか思って大阪に1泊2日で出張行ったんです。僕当時東京にいてて帰ってきたら終わってたんですね。ゲームが僕の続きから誰かがクリアしたそいつアルバイトだったんだけど社員にして未だに社員のままでずっとこき使ってますよね。あの時の闇できつく言われてるとは思ってないだろうとあれから10年経ってもまだ厳しいんだよ俺らみたいなそういう扱いに大体なってますね。ゼルダの伝説は2作目にして大きな変化を迎える。前作から数年後の世界という設定で登場した今作は世界観こそ受け継いでいるもののゲームとしては大幅な変更が加えられた。アクションを行う街やダンジョンでは横スクロールの画面構成になる。その間を行き来する移動パートは俯瞰視点の画面構成となった。またシステム面でも経験値の概念を取り入れたレベルアップシステムを採用しているなど現在のゼルダと比べるとかなり異色なゲームになっている。